平野市、洋神宮寺ゆ太のジャニーズ退場後の動向に、注目外資系企業との関係が鍵を握る。元キングプリンスへの平野氏王と神宮寺ゆ太が、ジャニーズ事務所を退場してから1ヶ月以上が経ちました。週刊女性が6月20日に報じったところによると、彼らは滝沢秀明が今年3月に立ち上げた新事務所、戸部に合流する予定だということです。 平野と神宮寺は5月から6月にかけて家族を含めた話し合いを重ね、エージェント契約を結ぶことに決めました。平野は個人事務所を立ち上げ、神宮寺もその事務所に所属する予定です。具体的な活動内容はまだ明らかにされていませんが、ファンたちは彼らの今後の活躍に期待を寄せています。 最近、ジャニーズ事務所からの退場が相次いでいますが、多くの場合、退場のうちしばらくはそのタレントの姿を見ることができなくなります。しかし、平野潮は今でもテレビで彼の姿を見ることができます。なんと、ジャニーズ事務所在籍中に平野が広告契約をしていた、P、P&G の除菌消臭スプレー、パブリンズの CM が現在も放送されているのです。 なぜなのでしょうか広告業界関係者によると、一般的に広告契約は1年間が1つの基準です。しかし、退場などの不足の事態が起きると、契約期間に関係なくそのタイミングで CM の放送が終了することがほとんどです。ただし、外資系企業である P&G は、ジャニーズ事務所に対して過度に気を使う必要がなく、 契約通りに継続している可能性があります。この CM は昨年7月から放送が開始されたため、6月いっぱいまで続くと予想されます。さて、7月には平野市王と神宮寺ゆうたが、飛べに合流することが発表される予定ですが、今後の CM 出演予定はどうなるのでしょうか。私たちは、 P&G に問い合わせましたが、以下の回答が返ってきました。機密保持の観点から現在及び今後の契約に関してコメントを控えさせていただいております。残念ながら、P&G の現在放送中の CM はジャニーズ事務所時代の契約に基づいているため、終了する可能性が高いと考えられます。 しかし、平野氏用と神宮寺ゆうの知名度や人気、訴求力を考えると、彼らをイメージキャラクターとして起用したい企業は、たくさん存在するでしょう。多くの企業や広告代理店は、ジャニーズを辞めた人、ということを気にするかもしれませんが、外資系企業やブランドならば、可能性があると、広告代理店関係者は述べています。 実際、山下智久さんや西木戸亮さん、元金プリの岩橋玄樹さんも退場後初めての広告やブランドアンバサダーとして外資系企業との契約を結びました。日本の損卓を気にせず、広告効果やブランドイメージに合うかが重視されるのです。平野耀と神宮寺雄太が外資系企業の CM に出演する可能性は十分にあります。 彼らの才能と魅力によって海外マネーを活用しトップスターとしての地位を築くかもしれません。彼らの今後の活動にますます注目です。今後の